ってるの。さてどうやって攻めていくか。硬いな。あ、右腕左腕本体と分かれてるな。見破ってみよう。調子に乗るな。ジェノバビート、シンナで極秘に開発され保管されていた実験体。 HP が一定値を下回るとバーストゲージがたまらなくなる。どういうことだ。弱点ないな。とりあえずぶったたいてみようか。あの変な渦なんだろう。あ、ん？あ、スローがかかんのかこれ。魔法も使ってくるな。マジカルサーバントして、あ、腕は簡単に落とせるな。あれ落とせば本体弱体化するんじゃない？そうでもないかな。あ、一応ゲージが溜まってるな。よし、フルボッコだ。ああ、またやってきたな。あれに入っちゃまずいしよ。再生しやがった。まあそうだよね。この手のやつすぐ再生するからな。ジェノバレーザーってなんだ。あ、これか。とりあえず腕から落として、お、効いてる効いてる。やっぱ腕邪魔だな。腕を落としてタコ殴り、タコ殴りだね。タコみたいなやつだしね。叩き蹴る。出ていけ。なんだこいつ。うわ、また変なレーザーを。諦めないから。リフレク発動。あ、魔法を打たなきゃいいってことだな。クラウドやられてたから復活させないと。よし。出番だよ。復活させて、エアリスで回復と。油断してるとあのレーザーにやられるな。よし。絶叫。範囲攻撃か。再生しやがったよこいつ。ジェノバブレス。うわ、なんだ今の。今のか。あ、リフレク発動。またか。うわ、レーザーいて。あれ予備動作早いな。特に技名がないからね。再生か。キリンないな。でも体力はだいぶ減ったな。
魔法はあんま効かないかな。腕落としてブレーガーで見落とせ。よし、あのこいつシールド張るのか。ジェノバレーザー、あ、クラウドストップしてんな。あの黒い渦ストップすんのか。じゃ他のメンバーで削るだけだ。あ、なんだこれ、触手は増えた。なんじゃこりゃ。こういう場合、あ、ブロックされるな。ってことは周りのこの触手全部切っちまえばいいんでしょうね。大体ね、FF のパターンはそうだから。柔らかいな。普通にウィークポイントついてるな。あ、なんか変な弾打ってくるな。触手 G まであんの。あー止まった。やっぱあの黒い空間に入ってると止められるわ。召喚獣何呼ぼう。生き物だから炎に弱いと思うんだけど。弱点なかったからな。どれでもいいってことにもなるけど。エアリスの攻撃結構効いてるな。魔法今効くかな。効きませんね。やっぱ触手全部落とさないとダメだ。テル使って回復して、あれまだブロックされるな。あ、まだあるのか。全部復活したんだけど。認めよう。そっちは任せ。よし、やっちゃう。うわ、バカ、いっぱい弾打ってくる。あれ、ちょっとコントローラーがおかしい。コントローラー接続が切れる。足だ。新しいコントローラーでやってもこれ接続切れるんだよな。たまにね、全然操作受け付けなくなっちゃうんですよ。最初あのストップかけられたのかなと思ったんだけど。でもコントローラーおかしいわ。またストップだ。これはコントローラーじゃないな。さあ、どんぐらい減らせるかな。いや、大して効いてねえな。あ、でも触手結構硬すぎた。あ、聞いた聞いた。やっぱり周りの触手片付けないと効かないってことだ。うわー、やべ、やられた。あのレーザー痛すぎんだよ。2000ぐらい食らうからね。フェニックスの、今効くかな。あ、ダメだ、ブロックだ。毎回これ触手落とさないと攻撃通んないの。だるいな。こういうの嫌いなんだよな。私に任せて。スクエアお得意のね、周りから倒さないと攻撃通んないパターン。ス
ストレスたまるわ。効かねえ。来ないで。やるよ。よし、今だ。ここから決まった。あ？え、掴まれんのこれ。いや、接近性もやべえのか。よし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 、今だ。やったれやったれ、振っただけ。タコ殴りにしてやれ。インフィニットエンド入るか。いけー。あ、よしよし。何これ、タコみたいだからやっぱ墨吐いたのかな。ああ、この BGM は上がってくるね。集中すると無言になっちゃうな。ミジェネかけて、黒いのダメージ受けんのかな。よしよし、今だ。フレイバー行くぞ。効かねえな、お前。あ、でももう一人いる。うわ、シールド張った。止められるわ。痛い痛い痛い。いって、回復して2000以下になったら回復してないとレーザーでやられるからな。あ、ジェノバブレス。バリアシンクってなんだろう。いてー、来た。ちょっとこいつ再生しまくるな。よし、くらえ。よし、倒した。雑魚が。あ？え、あいつがジェノバだったの？あ、こっちがジェノバだな。首ないもんね。どうせお前も偽物だろ。まあ、そういえばジェノバって人の姿で化けるんだっけ？他人にね。こちらアバランチ第3飛行隊、これよりメンバーの救出へ向かう。あ、あれはウェッジが頼み込んだアバランチの本家か。あれ、どこ行った？え、お前飛べるの？おい、バレットを見捨てていくのか。あ、おい、生き返った。そういえばフィーラーが回復してたっけもんね。
助けてくれたというよりは本来の筋書きに戻したんだね。ありがとう。サングラス取った方が似合ってるよ。まあ、助けてくれたというよりはあれだね、本来のストーリーをなぞるように仕向けてんだね。あとはあのヘリコプターに乗って脱出すればいいと思うんだけど、絶対ねこういうパターンでヘリコプター落とされるんですよ。カプコン製じゃないけどお決まりのパターンでね。ヘリポート行きゃいいのかな。あれ何も起きねえな。あ、こっちになんかびっくりマークあんな。セール品があるな、買っていこうか。まだボス戦とかあんのかなこれ。お金すごい溜まってるな。あ、ここになんかはしごあるな。え、どこまで登んのこれ。 あんなとこにいた。セフィロス、何してんだ、カッコつけてんのかな。なんで今邪魔すんだよ。やっぱ偽物か。2番こいつもね、ジェノバ細胞で化けるんだね。あれも実験体の一人だ。なんでわざわざあんなとこから飛び降りたのかな。下に戻るんだったらね、最初からエレベーター使えばいいのに。大丈夫なのか。うん。で、やつは逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。あ、まだ持ってたんだ。ほら、落とされた。シンナのヘリ来たのか。残念だ。アマランチのヘリ1台だけか。危ない。いや、またタークスか。あ、こいつルーファウスか。あ、プレジデントの息子ですね。プレジデントの息子だ。ああ。何その服。あのラブホテルの駐車場にぶら下がってる目隠しみたいなやつだな。引くぞ。ああ、バーがいい。シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれバレット。え、一人で戦うのこれ。別にバレット残してもいいと思うんだけどな。待ったよ、お前もすぐに来い。
いや、みんな行くことないじゃん。もう一人ぐらい残しても。一人でやんのこれ。ちょっと待って。ソルジャーらしいな。装備全然整えてないんだけど。私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。いや、圧倒的に不利だな。二人きりだな。あいつ仲間いんじゃねえか。細かいことは気にするな。自覚してんじゃねえか。いや、やっぱやんのか。ちょっと待って、セリア今何装備してたっけ。いて、マジック、うわー、ブリザードとサンダーしか装備してねえ。とりあえず見破っておこうか。ダークネーション。あ、犬の方か。すべての攻撃でバーストゲージがたまりにくい。ルーファースとのリンクが切れるとバーストゲージがたまりやすくなる。リンクとは？ルーファース。特定の技を当てることでバーストさせることができる。特定の技って。いや、弱点ねえな。まあ、ぶったたいてりゃなんとかなるっしょ。ああいう感じか。この犬が補助系で、ルーファースが攻撃担当か。これだ。あとまで。いていていて。いや、やべえな。魔法が回復できないな。このゲームね、やっぱり戦闘中にマテリア、いて、変えられないのきついわ。いて、これポーションで回復するしか手段ないな。こいつ、あ、ダメだ。あのルーファース狙ってもカウンター食らうわ。痛い、痛いです。何？あ、連携か。犬に掴まれると連携でルーファースを攻撃してくんね。あ、ダメだ、やっぱカウンター食らう。じゃあ犬からやっつけて、こいつ攻撃してみたい。あ、聞いた聞いた、やった。今でしょ。あ、いや、早いな、復帰。回復しやがった。やっぱこの犬か。あ、今あのリンクってやつ切れてんね。チャンスか。いて、やばい、いて。あー、回復した。いてー、死ぬ。まずいな。よし、回復。ここから。いて、リビット今使うべきか。限界を超える。
本体で通るかな。三秒後を食いろ。あ、バーストした。いけ。あ、いけるか。くやっ。うわっ、ダメだ。どんなに攻撃しても犬が回復しちゃう。やっぱ犬先か。あれ掴まれるから逃げて。犬も犬で硬いんだよな。ただ犬自体は回復しないから。あ、俺を舐めているのか。別の男行ったな。まさかギリギリだ。だがこれがいい。なんだ、弾くのか。え、どういう仕組みなんだろう。遊んでやる。余裕だ。こういうパターンが合ってきたか。これ掴まれるから避けて。いてててあいつ攻撃の隙つけないから。いてて。うわ、レーザーが来た。あれは避けられないのか。よし、サンダーショットが来たからよ、防御して。これは普通に避けれるな。犬だよ。これだ。ブレイバー、よし、届いた。いて、いや、魔法で回復できないのきついな。また回復しやがった。最初から犬狙えばよかったけど。見て、まさか無限回復するとは思わなかったな。いてててて、ちくしょう。コントローラーがおかしいな、やっぱり。やばい、コントローラーが動かない。よし、もう少し頼むから持ってくれ、俺のコントローラー。くそ、コマンドが。よし、使える。回復してエリクサー使っちゃおうか。もうどうせ終盤でしょこれ。あ、やっぱ接続切れるわ。ちょっと待って、優勢に変えるわ。ダメだな、他のコントローラー使っても無線でやると切れちゃうわ。パソコン側か。いて、ちょっと待って、復帰したてに攻撃するのやめて。こっからはね、まだやれる。まともに動かせるようになったから、さっさと勝負つけようか。お前ふざけんなよ。相手を間違えろ。力を見せて。リミット使っちゃうかな。取った方がいいかな。やっほーからだ。
ぞ。攻めるぞ。よし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 。よし、犬片付いた。今度こそ二人きりだな。いや、そんな使い方できんの？忘れられない夜にしてやろう。そういう趣味はない。甘いな。やっぱカウンターか。じゃあリミットブレイク聞きようかな。あ、減った減った。なんだ、弱いなこの雑魚。犬がいなきゃ何にもできないな。リミットエンド。はい、お心配。あ、生きてた。カウンター食らうよな。最後ぐらい綺麗に締めたいとこだけど。いて、やばいやばいやばい。当たりはせんよ。よしよしよし。反撃早いな。カウンター食らうし、あ、魔法って言うかな。とりあえず回復、エリクサー使っちゃおう。あっ、これで今遅かったらやられてたな。じゃあね、カウンターにはカウンターですよ。お前ふざけんなよ。魔法効くかな、ちょっと試してみよう。効いたな。カウンター食らうでしょ。あ、よしよし。あー、復帰した。じゃあこっちもね、カウンターで締めましょう。反撃の構え。うらー、よし、決まった。最初からあれ使えばよかったわ。シンナを潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンナは生まれ変わる。私の手で。都合よくヘリコプター戻ってきたな。うわ、また落ちんのかお前。よく落ちるね。あいつらもあいつらでいつも爪が甘いんだよな。落ちる。ティファその手すりなかったら一緒に落ちてたね。あ、なんかこのシーン放課後機動隊思い出すわ。ヒーローなのに惚れちゃいますよ。あのスライディングで二人とも落ちちゃったら笑えるけどね。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。あのシーナビルが崩壊しかけてんのかな。なんだ、何？何？うわ、落ちる。あ、ウェッジはウェッジでいたんだよね、この中に。市長は、あ、バレット！
邪魔すんのまた。負けないっす。あれレッジって原作どうなったっけ。邪魔するってことは本来は出てこないってことか。ちょっとは役に立てたかな。助かったぜウェッジ。ヘリコプター落とされたけど。よく生きてたな。何回ここ。おい生きてるか。なんとかね。あいつも来た。うわ。めちゃくちゃすんな。あれここ58階か。なんだデルタアタック。あ、防いだ。シールドか。今からこの戦車とやんの。うっそー、装備整えてねえんだけど。あ、こんだけありゃなんとかなるか。バリア張ってるやつから排除するのが基本だよね。あ、意外と硬いな。ちょっと手法って出てるな。これ盾にしよう。よしよしよし。あ、瓦礫なくなるのか。なんかサンダーブレイズってなんだ。ああ、血を這う電撃みたいなやつか。やばい、四方が来る。隠れて。いや、これ回数制限あんのかな。シールド早く壊さないと。いやー、立てなくなったな。この隙に打ち込め。あ、なんか手法にウィークポイントって出てんな。撃たれる前に撃てってことか。あ、聞いた。なるほどね、攻撃の一周隙ができるのか。あ、レッドがやってくれた。もうすぐ壊せそうだ。やっぱあれか、シールド剥がさないと攻撃に通んねえな。うん、ホーミングレーザー隠れよう。ここなら当たらないっしょ。当たるね。アンガーマックスを。なんだこれ。いって、私の出番。足元から攻撃してくるのはずるいっしょ。待ってた。リクルート効くかな。せめてあのシールド張ってるやつ破壊したいな。また四方が来る。ビジネかけて柱の裏に。よし、痛い。ちょっと、イフリートにクリームゾンダイブでビット壊してもらおう。まあまあか。
やばい、ホーミングレーザー隠れて防御、よし、あ、やっぱ止まってるとあの変な魔法陣打ってくるね。眩しい？やべやべ、邪魔だなこれ。よし、この時魔法効かないかな。落ちて、あ、ダメだ、効かねえ、タイミング合わねえ。レーザー来る、交代してエアリス狙ってる間に、あ、帰っちゃった。いやー全然本体効かねえな。でもビットやったわ。なんか車輪だけバリア残ってない？ほら4つあるな、効いてるこれ。はい、あ、攻撃やっぱ防がれてるっぽいね。本体は効いてる。やべやべ、車輪にシールドが貼ってあるんだけど、効かねえな、やっぱ。じゃあ本体攻めろってことだよな。なんで車輪にシールド貼ってんのこいつ。やべ、突進か、いてえな。回復してリジェネでいいか。サンダー今なら、あー、スカスカスカ、経験ターボ、やべ、四方が来る、危ね危ね、やばい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 、交代、待ってください。よし、交代してサンダガを本体にぶち込むか。今シールドないからね。あ、聞いた聞いた、あ、なんか停止してない、あいつ。あ、車輪のシールド剥がれてない。あ、効く効く、一個壊した。本体に攻撃当ててスタンさせると車輪のシールド剥がれんだ。痛え。攻撃パターンは分かった。本体攻撃して、もう一回スタンさせよう。ガンガン攻めてこう。やっぱシールド張ったな、また。逃がさねえぞ。回復しないと。アンダーが本体にぶち込んで、よし、スタンしたか、あ、まだか、いけー、おかしいな、スタンしないな。
あ、またファイアーオールってやつか。やった。やべ、地方がそっちは大丈夫。あ、撃たれた。やべ、MP ねえわ。エーテル使って。逃げ場がないんだけど。柱が。車輪引いてるな、今だ。あ、シールドまた張ったか。くらえ。気合い入れてくれ。私の出番。ビリビリ。よし、今のうちに。よし、落ちて。届け。それ。だいぶ減ったね。引っ込んどけ。シャリー今のうちに全部壊しちゃうか。元全部崩して、よし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 、あと1個か。ん、何しようとしてるあいつ。あ、バーストした。よしよし、今だ。サンダがどんどんぶち込んでいくか。で、エアリスもサンダが、あ、ないわ。回復するか。やってやる。早く早く。よしよしよし。アンガーマックスぶち込むか。あ、間に合わなかった。うお、なんだこれ。あ、やばい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 。あ、あったあったあった。柱もな。瓦礫を盾にしろ。最初のコーナー、マコロ戦を思い出す。うわー、なくなっちゃった。運んで、私の思い。とりあえず回復して。全部飛んでっちゃった。次が来たら終わるぞ。あ、次来る前に倒せってことだな。いや、魔法ねえな、魔力はねえ。間に合うかな。アタックと隠れるとこないよ。早くしろ早くしろ。サンダが間に合う。間に合った。間に合った。さすがに答えたな。ああ、だが休むのはまだ早い。ああ、クラウドたちは無事なんだろう。当たり前だろう。ならば退路を確保しておかなくては。だね、急ごう。これ原作だとね、まだ序盤の方なんだよね。これでもいないな。でも兵力集まってきてたよな。待ち構えてんじゃない？
あとはあいつらと合流して。あ、やっぱ来たな。こんな程度の数でいいのかな。いや普通に余裕で勝てると思うけど。ん、誰だ。ああ、無能で有名なハイデッカーさんか。包囲完了しました。よし、よくやった。まあ俺にかかればこんなものだな。なんかしたっけ。しかし、なんだ貴様らは。どういう組み合わせだ。アバランチ、スラムの花売り、実験サンプル。これ原作通りだ。さあな、うん、まあいい、どうせ袋のネズミだ。古代史の女は捕らえ、あとは殺しても構わん。いや余裕で勝てるんだけど。エアリス、あんたはマリンを守ってくれた。あの戦車に比べたらね。今度は俺があんたを守る番だ。待って。お、来たか。あの展示してあったバイク。この時点ではまだフェンリルじゃないんだね。あれクラウドの特注品かな。いや死んじゃう死んじゃう。何キロあんだよこのバイク。200キロぐらいあんでしょ。300ぐらいあんじゃない。え、それで逃げられる。おい逃げるな、捕まえろ。本当に無能だな。そもそもなんでこれしかいないんだよ。その剣だと真ん中から弾抜けない。いけ、なんで引かねえんだよ。行くぞ。乗ってくよ船。あいつも飛行生。あとね、この次のシナリオから確か動画配信禁止区域なんですけども、どうやらもう解放されたみたいで、エンディングまでね行こうと思います。あのこれスチーム版なんですけども、スチーム版だとね録画禁止区域って出ないんですよ。ただもう結構有名 YouTuber、 VTuber だっけかな、配信してたらしいので、エンディングまで行こうと思います。まあ、もし問題があるようだったらメッセージでねよろしくお願いします。一応自分で調べてね確認はしてあります。ではラストまで行こうと思います。